上、か谷神社は、神奈川県伊勢原市にある神社。江戸時代には、山王宮と呼ばれていたが、明治以降、日枝神社と改められ、その後近隣の御岳神社、熊野神社、五霊神社を合祀し、上、か谷神社と改め京に至っている。以下は、明治以降に合祀された、五祭神。旧称を、山王社と言い,い、上か谷村の照明山、王元の鎮守であった。 祭神は、大山食い神などを祭り、境内者として、天皇者と八坂者がある。その始まりは、天平年間まで遡る。大仙寺改装の際、僧侶弁がこの地に、三王者を誕生したのが起源という。別殿では、大道年間及び後認年間に、大御国から日吉神を誕生して、社号を三王者と唱えたものとも言う。三王者は、 上杉館の鎮守でもあった。上杉館は大木谷上杉家の本拠だった地で、神社の裏手には館の空堀跡が残っている。堀を越えたあたりに広がる大地の一帯が上杉館の跡と伝わり、相模屋を一望に見渡せる地である。かつては、日吉三騎士商院という寺院が別当時を務めていた。江戸時代に入って年月に、状が発給され、 一石ごとの寄進があった記録が残る。元禄年間に、三能権限、明治初期に、日枝神社を合祀して、日枝神社と改称した。明治六年七月には、廃物喫釈から、和田内熊野神社、石倉城白山社を合祀して、城か須谷神社と改称した。さらに、昭和39年4月には、峯岸御岳神社、昭和41年10月には、 秋山御霊神社が神職が不在となったため合祀した。毎年12月20日には神社の社地で年の位置が立っていたという。大祭は4月3日。日ひた神社の神主の乗リトにより、家内安全と豊作祈願を行う。境内及び山道には屋台が立ち並び、周辺民家の玄関には御神道と書かれた安頓がかかる。夜には、 相模佐とカグラかきさは車中によりカグラが上演される。ありがとうございます。